今日は2020年10月14日です。代々木公園のドグランに来ています。この2頭を取りに来ました。ポーチュギーウォータードッグですね。大家さんたちも動画入って大丈夫ですか？あ、大丈夫です。YouTube 出しますけど大丈夫ですか？あ、大丈夫ですか？あ、わかりました。はい。チャド、全然無視された。おお、来た来た来た。ポーチュギーウォータードッグですね。オーストラリアから来ました、去年。この犬を取りに来たんですけど、ここはそのたくさんの犬たちがいます。いつも。今日は、10月14日ですから、何曜日なのかな？火曜日？木曜日？忘れました。すいません。平日です。平日ですが、今朝の10時ぐらいですかね。
朝10時ぐらい、あ、まあまあ10時だからまあいらっしゃるか。まあこれが朝7時ですけどっていうんだったらちょっと数が多いかもしれませんが、まあ10時なので、まあこれだけたくさんいらっしゃるのはまあ普通かもしれませんが、なんかこんな感じです。こんな感じ。あれどこ行ったか、あっち行った。すごい走ってますね。あ、すごい元気だな。あれ、ゴールデンかな。これ、この茶色と黒いあのマンちゃん、両方ともポーチュギーウォータードッグです。黒い子は日本のブリダさんのところのワンちゃんです。なんか毛が短く、毛を短く飼っていらっしゃいますね。水に入りたがってますね、ゴールデンレトリバよし、じゃあこれくらいにしとこうかな。